合津城老城戦は合津戦争の戦いの一つ。なお、合津城老城戦は合津川独自の呼び方で、新政府側では合津城攻略戦、中立的視点からは合津城攻防戦と呼ばれている。ボナリ峠の戦いで勝利した新政府軍に対し、旧幕府側の合津藩は若松城において約1ヶ月における老城戦の後、降伏した。 この合図攻略戦では、財布の大村益次郎は、周囲の敵対勢力を徐々に陥落させてゆく、長期戦を支持したが、戦地の首相、板垣大輔、伊地地正春らは、これに反対し、一気火成に敵本陣を攻める短期決戦を決断。この時、合図、庄内両藩は、蝦夷地をプロイセンに売却して、資金を栄養していた。板垣らが合図を攻め落としたために、 ビスマルクから編書が阻止されて、エゾ地売却の話が保護となったが、長期戦となっておれば、日本の国境戦は大いに変わっていたと言われる。そのため、特に合津攻略戦での再敗は、抗軍潜在の判になすべきと称せられた。8月23日、合津若松城攻略戦を開始。北出丸への攻撃で、新小隊大軍艦、 各隊長ら土佐藩川将兵の死傷者が続出する。8月25日、将軍官安岡角之助、将軍官三原とやたら合津若松城攻めにおいて打ち死に。8月27日、春将隊、小笠原三番隊、安倍駒吉、合津若松城下の戦闘において打ち死に。9月19日、 春正体総督、板垣大輔9月22日を起源として、合図藩に会場降伏を説く。降伏直後の合図上旧暦の明治元年9月22日、合図上下甲賀町で降伏儀式が行われ、新政府軍から軍艦の中村藩次郎、軍曹の山形小太郎が、全県代表として降伏文書を受け取り、新政府軍に城を明け渡した。 アイズが降参するにあたり、アイズ藩士らは、四君、松平かたが、添い面今しめすなわち、罪人のように縄で縛られた状態で引きずり出され、恥ずかしめられるのではないかと危ぶんだが、板垣は、藩主としての対面を保たせ、腰に乗った状態で城から出て降伏することを許した。このことに、アイズ藩士らは感激した。さらに、降伏した以上は、 我ら等しく王民であるとして、合図藩の罪を現ずるよう、観点論を上奏。その主意は、これからは、海外諸国と対峙せねばならず、過酷な処分によって後世に遺恨を残し、日本民族統合の障壁になってはならないとする、ものであった。また、有能な人材は、積極的に政府へ投与すべきとの意見を述べた。これに対して、木戸高義らは、厳罰論を唱え、 処遇問題に相督不内で意見対立があった。本来ならば、直居のなき日本領土の割情は万死に値する罪であったが、結局は、合津攻略戦の首相である板垣が言うのならばと意見が受け入れられ、過労が爪腹を切ることを条件に、藩主、松平片森の切腹や藩の過激処分を逃れ、原放処分が下る。さらに、合津藩が、 都南派へ、原告天保となった時は、板垣は、藩主らが貧する様を見て、特別交際の発給を書面で上奏している。板垣は、藍津攻略戦の官軍側、首相でありながら、維新後すぐから続軍となった藍津藩の心情を、重んばかって、名誉回復に努めるなど、徹底して公正な価値観の持ち主であったため、多くの藍津人が、維新後、 感謝の気持ちからとさを訪れている。また、自由民権運動も東北地方では、福島県を中心として、広がりを見せることになった。武力倒幕を主張し、それらをすべて成し遂げた官軍の将、板垣大輔の心境に勝者としてのおごりは、微塵もなく、むしろ敗者に対する名誉回復に注がれている。これは板垣が、武士道精神にのっとり、 昨日までの敵も降参したる上は皆等しく親民との考えのもと、観族的味方の過去を構成に残し、日本民族統一の障壁となることを最も憂いたためである。そもそも母親戦争の没発生主原因は、新旧思想の相違より来たるところの国政に関する議論の感覚と各藩の間における感情の圧力にあり、その巡逆の見地にお手形にはあるがために、 称して、官軍といい族軍と呼ぶも、祖は単に外形に過ぎずして、その宙を皇室に、伊佐さんとするの志やかずや。ゆえに、東北合唱の諸藩といえども深くその真事を、解剖するときは、業もあるむべきところあるを見ず、これけだし我が国民性の素養のしからしむるところにして、またた、我が国歴史の美をなすゆえんたるに祖とならざるなり。当時、勤労論といい、 上位論といい、もしくは、公部合定論といい、主事の議論交換せられたるが、天下の指揮者先悟者は帰せずして、まず万事を法的して、国家の統一を図り、主権を確立して、独立の基礎を強固にし、モテウダイ列国と対峙せざるべからずとの意見に一致し、カフルに封建先制の兵を鑑み、人尺を癒しみ天尺を尊ぶの思想、世論の勢力となりで、 ついに維新の改革を見るに至れり。すなわち大体によって西軍は、この新思想の代表者たるに反して、東軍は旧思想の味方たるの間ありき。還元すれば後者は、保守主義にとらわれて、現状維持を主張せるに反し、前者は統一主義を標榜して、維新の改革を断行せるなり。思考して、当時東軍によりて代表せられたる。 王武諸藩の最も憂礼と試せるところのものは、実ノルに、薩長の繊維横ばっこにありしも、余配はすなわち思えなく、サイローロに、通れるリケーンゾコリオトにして、多実応募をたくまし伏せば、その時に及んでこれを討伐するも未だ遅しと、試さず。今日はただ国家の統一試験の確率をもって、急務とすべきのみと、すなわち幹馬に、無知して、正当のことに従い。 これが功を奏したるなり、板垣大輔板垣がこの序文を寄せたのは、晩年八十歳の時である。同書間末には、本書編さに際した大のご援助を賜りたる法名の筆頭に、白尺、板垣大輔閣下が挙げられており、ついで、元水海軍大将白尺、東郷平八郎閣下、四尺、松平康夫閣下、松平武雄閣下、 数密院コ門官男爵、山川健次郎閣下、男爵林健女閣からが記されている。維新保育天の功を成し遂げた彼の考えは、自らの手柄を誇示するわけでもなく、敵に対する恨みでもなただ切々と日本の将来に、対する幽国の念、そして愛国心である。ありがとうございます。